金沢シャッターガールは、キリキケンイチによる日本の漫画。2015年に写真雑誌、シャッターマガジンに読み切り作品として掲載後、同年、本当にあった、愉快な話にて、2015年12月号から連載された。コミックスは、全一巻。舞台を、石川県金沢市とし、北陸新幹線の開業で移り行く金沢を舞台に、 写真好きな女子高生の目を通じて描くとともに主人公の心の成長を描く作品。2017年に寺内光太郎を監督として実写映画が制作され2018年に公開された。使用カメラの説明はコミックス巻末の人物紹介による。コミックスはバンブーコミックスから全一巻。キリキはフィルム式カメラを携えた女子高生を 主人公にした東京シャッターガールを執筆しており、2013年には実写映画化もされている。この関連で、金沢市で写真撮影会、写真教室が開催された。金沢をアピールしたいという要望が集まり、監督の寺内に声がかかることとなった。映画の企画が立ち上がった際に、漫画原作は2、3話くらいしか発表されていなかった。また原作では、 最初からドイツ人カメラマンが登場しており、金沢の良さを客観的な目線で描いていた。寺内は地元目線でのストーリー展開、観光情報ではない地元発信ということで、原作には沿わないオリジナルストーリーで映画化されることとなった。本作の撮影はすべて石川県内で行われている。キャストは13歳から23歳で、 高校生に見える男女として公募が行われ、金沢市の現役高校生を中心としている。主人公、花菜の使用するカメラは、漫画では上実のようにソニーアルファ7だが、映画版では、ニコン DF となっている。ありがとうございます。